カゲロウ型駆逐艦マイカゼです。暗い雰囲気は苦手です。はい、そういったわけでカンコレダンサー枠のマイカゼちゃんとお送りするカンコレ春イベ動画、今回も始まっよ。ダンサー枠とかねえからマリサもいますよ。カンムスはだいたい歌枠、パフォーマー枠、ダイナミック大破枠に分類できるからね。これ完全に妙高の中派いじりたいだけだろ。あと歌枠多すぎ、バランス考えろ。はいはい。自分からボケといてツッコミめんどくせえ的な空気、ツッコミ鬱陶しい的な空気。というわけで今回は第一艦隊にモガミンを機関とした、駆逐4に水母チトセを入れた編成。チトセに大発、地区にドラム缶満載ってことは、と言いますと、缶のモガミに司令部も積んでるということは、ということはつまり、いやお前が答えを言うんだよ。E さんは輸送作戦ですの解説をお前が続けて説明するんだよ。打ち合わせ通りやれよ。そう、今回の E さんは連合艦隊の輸送護衛部隊で行く輸送作戦任務やったぜ。物資を運びまくれ、アマゾン過剰放送で運びまくれ、なお4月からご注文金額が2000円に満たない場合には配送料350円かかります。マジかよ、ついに山も配送無料終了かよ。うるせえわ、解説ちゃんとやれ。第二艦隊の方はアブーを機関に駆逐艦従順2の野戦装備中心の護衛部隊を編成。2と同じお札マップなんで、前回使ったカンムスもふんだんに投入してるぞ。おし、じゃあ準備万端なんで一旦コンビニで甘いもんでも買ってくるか。いいから早出航しろ。じゃあ今回は何作戦にしようかな。前回同様オツでいいだろ。お前みたいなもんがこうで言ってもどうせクリアできなくて泣きを見るだけだぞ。じゃあ打ち合わせ通りオツ作戦でいきますね。電話演技って大事。そういったことで北太平洋前線へちょっくら飛行場でも立ててくるかってのが今回のストーリー。かそもそも今回のマップはどこら辺のことかってと、ジョンストン環礁っていうハワイのちょっと西側にある島。リーマスは気のせいで全艦高速縛りならリーマス固定。以前は米海軍基地があり、核実験地域、偵察衛星打ち上げ基地、化学兵器保管庫なんかに使用されてた物騒な島。現在は空港も閉鎖され無人島になってるらしいぞ。リーマスは軽巡駆逐編成の敵と通常戦闘なんで早送りで、E1 から E4 の前段作戦はこの島に航空基地を建設するっていう史実にはナイフストーリーってわけだね。一応言っときますが、カンコレの敵はあくまで深海生艦です。ここはカンコレゲームを楽しむ動画なんで、リアルなお話はこれくらいで、つうことで D マス無事通過したらまっすぐ F マス移動。この F マスが道中で最も厄介なマスなんだが、今回もまた道中支援出してませんね。いやでも今回は輸送作戦なんだし、オツ作戦ですからね。エンジョイ勢とはいえみんな連動もそこそこあるんだから、今回は道中支援がなくても意外といけちゃうパチンなん。俳優立ち大派で、まあでも連合艦隊ですから、機関に艦隊司令部積んでますから、一隻は大派でても、何も言えねえ。だから今回は全マップ道中支援はないと無理だっつってんでしょうよ。ほんとマジで今回やりすぎだ、カンナ運営さんよ。オツでこの難易度だからなぁ。高とか資源尽きる前に心折れるレベルだぞ。あまりマゾゲー化しすぎるとゲーム自体の寿命が縮んでしまうんやで。と愚痴ったところで、今回もしぶしぶいやいや全艦キラ付けした道中支援を準備しました。なんだかんだ言って結局やるんですね。そりゃそうでしょうよ、やらないとクリアできないんだから。なら最初っから支援出せって話なんですよ。万が一支援なしでもクリアできるって場合もあんでしょうよ。キラ付け6隻とか、どんだけめんどくせえと思っとるんじゃ。わしの限りある人生のうち、どれだけの時間キラ付けに割けば貴様らは満足するんじゃ。悪魔か、貴様らはキラ付けで人間の寿命を奪う悪魔か、悪魔くんか、エロイムエッサイムか、水木漫画か、ゲゲゲの方しか知りませんってか。父さん、これは妖怪キラ付けの仕業ですね。
ってか？いねえよそんな妖怪過去怪にが若干鬼太郎に似てるとかしょうもないネタすんじゃねえよ。つかなんで全然似てねえ改造前の過去の方使ってんだよ伝わんねえボケすんじゃねえよ。ひねりすぎて伝わんねえボケすんじゃねえよ逆効果だっつーん。ジーマスが補給地点でダイハツやドラム缶のアニメーション出ます。急に解説もどんじゃねえよ。あと戦闘養殖やサンマ缶なんかもわずかに輸送量増えるし艦種によってもボーナスがつくらしいですぞ。低レベの水墓千歳採用したのはダイハツ詰めるってのもあるが艦種によるボーナス量増加もあるからな。ジーマス5はランダムで H か J。ここは第2艦隊が駆逐4以上だと J 固定できるが火力が落ちるんで今回は駆逐3隻編成。 H は潜水マスでの戦闘が1回増えるだけだしランダムなんで J に行けることもあるから従順に隻入れた方がボスで安定するしね。 J マスはグンマーと駆逐のライト編成なんで事故さえなければ OK ですから。道中支援が4隻撃破でさらにアブー雷撃で残り1。やはりキラ付け支援があると安定度が違いますな。さっきまでキラ付けでごねまくってたやつが手のひら狂うとかみっともねえな。臨機応変な対応がこの動画の座右の銘ですから。Jマス突破後はいつもの索敵地判定でボスのいる Kマス兵。まあこの辺は電探や偵察機積んでれば自然と索敵地も上がるかんな。おっとこれは見たことない深海生艦ですぞ。E3 ボスは今回初登場の正規だな。陣形はもちろん戦闘隊形で全力ぶっ破するっけねえ。うわ、何この子すげえ怖いビジュアルなんすけど。ゼロとかに出てきそうな大正時代の幽霊っぽい見た目だな。といったことで今回のボスはあんた方どこさの駆逐コキちゃんです。シナイ7では駆逐コキとなって再登場するらしいぞ。E さんは輸送作戦ということでボス戦で A が地上しないと運んだ物資が没収とされるいつものシステム。スーパーひとしくんの使いどころは慎重に黒柳さん空気読んでやらせなしってはっきりわかんだね。しかし抽選ではボスの体力がなかなか削れない苦しい展開できれば S 勝利で輸送ゲージごっそり削りタイムを。 S ガチだとゲージ削り用にボーナスがつくのもいつも通り。ここはもちろん野戦突入で S ガチ諦めんなよもっと熱くなれよさっぱりしちゃお喉越しパラダイス。単勝等効果でさざ波ちゃん対ハコアナ変態紳士だけ大喜びのイチゴパンツ姿にお前ら最低だなおまわりさん私じゃありません。角川と DMM って会社がこのゲーム作ってます。お前が最低だよ。やめてって言ってるじゃんかよ。連呼でとりあえず A 勝ちできたからオッケーオッケー。まあ輸送ゲージさえ削り切ればクリアできるから S 勝ちできなくてもなんら問題ないからな。そして A 勝ち輸送量は77。オツだと TP420 なんであと5回 A 勝利でクリアだな。道中支援は不可欠なものの最後まで A 勝ちでいいから E1 位により楽なんじゃね。そんな風に考えてた時期が俺にもありました。道中対比で駆逐2隻いないのに第2艦隊抽選ですでにズタボロじゃねえか。かんこれは中杯を楽しむゲームなんだ。深海生艦を倒すゲームです。でもまだ野戦がある。俺は諦めねえ。俺が諦めるのを諦めろ。配信負けで輸送ゲージ1ミリも削れませんでした。まあこういう事故もありますよ。輸送作戦は駆逐中心の低火力部隊ですからね。まあまあメイン火力の従順が2隻とも大破でボスマスさえたどり着けないなんて事故もそりゃありますよ。ちょっと事故多すぎない。でも決戦支援は絶対出さない。めんどくさいからね。だからいつまで経っても終わんねえんだよ。とはいえ道中支援の力でボスマスまで損害を抑えれば野戦で S 勝利取ることも可能。決戦支援も出せばもっと安定したんすけどね。S ガチボーナスなら一気に111もゴリッ
と削れるんで想定より1回分早く終わる模様やったぜ。浮いた時間で机の角眺めながらぼーっとできるよ。もっと時間を有意義に使いなよ。ということでこれで A が地以上ならゲージ削り切って終了パターンやつです。操作戦はラスダンでも特に演出ないからってすげー雑な解説してんじゃねえぞ。そしてカカオさん渾身の脱衣ブロック崩しチューハイでクチクコキちゃんを倒せず中途半端な終わり方。まあクリアしたからいいんじゃねえ適当。カカオさんとパンパカパーンさんにもそろそろ会に実装してあげてください。マヤと境界に完全に置いてかれてる感は否めない。つうことで物資揚陸に成功で輸送ゲージも爆発資産。これでめでたく E3 クリアで前線航空基地が設営されたっていうことだな。そしてレア感もドロップしちゃう強運エンジョイ提督すまんな。今回も視聴者の白米の味を落として信者ご褒美報酬の解説いきます。足柄ファンに謝って。待たせたわね司令官。神風型駆逐艦1番艦、神風、水産です。みんな、いい？ついてらっしゃい。つうことで今回の目玉は新実装の駆逐艦神風ちゃんだ。大正時代に作られた旧式艦のイメージか。袴姿のカンムスだな。買いにするには50レベとかなり育成する必要あるみたいだね。さらにネジを5個ゲット。装備回収にいくらあってもいいからな。そして勲章も1個いただきましたよ。設計図、資材にも交換できるおなじみのアイテム。作戦海域の攻略が可能です。ということで E3、前線飛行場を設営せよ。大津作戦でクリア完了。春イベ期間ももうすぐ終了だな。みんな頑張れ、私はアイオワちゃん諦めた。ネタバレってレベルじゃねえぞ。でも動画編集は最後までやってね。マジかよー。